時間になりましたので今日の IMT カレッジの講座を始めさせていただきます。今日はファーティリティ&ステリリティの2月号でございます。それでは最初の論文からお願いいたします。組織の凍結保存法の技術は最近ではかつて見られないほど優れたレベルに達しています。ビトリフィケーションと呼ばれる迅速凍結法が採用されるようになり状況が一変しました。採卵後の黄体期に肺移植を必ずしも行う必要はなく、その結果重度の OHSS も回避できるようになりました。肺移植に伴う着床率は不良で、その着床障害には肺の質や粘膜の受容度などが関わっているものと思われます。最近妊娠の生理初期の黄体の欠如が妊娠関連高血圧の発現のリスクの上昇に関わっていると考えられています。黄体の存在が妊娠関連高血圧疾患の予防に役立つのであれば、複数の黄体の存在が妊娠高血圧疾患に予防的に作用する可能性もあります。ビトリフィケーションの有用性がすでに 99% 近くに達していますが、今後は肺の着床率をいかにして上昇させるかが問題です。はい、その主要のところだけちょっと読んでみましょう。組織の凍結保存法の技術は最近ではかって見られないほど優れたレベルに達している。これは1998年ですかね、最初にビトリフィケーションのような方法が開発されて試みられるようになった、論文にはそう書いてありました。でこれビトリフィケーションをやるとほとんど肺は生存するんですね。肝満凍結では 80%、 ビトリフィケーションはもう 99% 生存するということですね。でところがその移植の段階では依然としてビトリフィケーションの方がいいんですが、しかしこの PGTA をやったとしてもまあ高くても 60% ぐらい、まあ時には 70%、まあ、大体半数ぐらいしか着床しないというのが問題ですね。しかしビトリフィケーションというのはもう本当に、この ART の領域で画期的なことで多くの変革をもたらしました。で採卵後の黄体期に肺移植を必ずしも行う必要はない、したがって OHS も起きないということになりますね。でこれは素晴らしいことなんですが、ところがビトリフィケーションして、ホルモン補充周期なんかで、肺移植をやられることが多いんですが、その時には黄体が存在してないと。そうすると黄体が存在してないことが何か着床に、悪いのではないだろうかと。黄体からは血管新生因子だとかですね、ディラキシンのようなものが分泌されたり、生物活性物質が分泌されてると言われているんですね。そのことがもう HRT 周期、黄体ホルモンと卵胞ホルモンで内膜を飛行させ、大体8ミリ以上になってもですね、着床して妊娠しても今一つ、その胎盤形成などに問題が伴っているんじゃないかなというようなことが言われるようになって、それが結果として妊娠高血圧腎症、プレエクランプチアの発現頻度、時には分娩後のですね、大量出血を起こしたりする、だから着床に関わる問題を引き起こすのではないかということが危惧されているわけですね。で肺移植に伴う着床率は不良で、その着床障害には肺の質や内膜の受容能などが関わってくる。従いましてですね、どうして着床能を高めるかということで、内膜をいろいろ調べたり、遺伝子のレベルまで調べたり、いろんな方法が試みられているわけですね。で最近妊娠生理初期の黄体の欠如が妊娠関連高血圧症、これはプレグラ、はい、それじゃあ次の論文いってみましょう。
ビトリフィケーションは ART において極めて有効な方法として広く用いられるようになりました。ビトリフィケーションは卵子や肺を対象に広く用いられており、妊孕性温存にも活用されるようになりました。ビトリフィケーションを試みた肺と新生肺移植の成績を比較したところ、同様な結果が得られることが確認されています。また PGD を行う際にビトリフィケーションされた肺をウォーミング後に用いた場合と新生肺板法を用いた場合で肺の生存能に差異はないという結果も得られています。選択的単一肺板法移植により累積妊娠率を高め、多胎妊娠率を回避することもできます。はい、ビトリフィケーションの有用性というのはこの論文においてですね、その安全性を高めるし成功率を高めるし、素晴らしい方法だということが書かれているわけですね。でちょっと大事なところだけ見てみましょうか。ビトリフィケーションによって卵子や肺の凍結及びウォーミング操作に伴う損傷が大きく改善した。これはもう何も言うことないですね、当然ですね、はい。そして、2007年には2020周期が全肺凍結を試みた。で2016年には65,840、10年間で33倍にこの全肺凍結が試みられているようになった。まあいろんな理由がありまして、ビトリフィケーションは普通の IVF でもやはりありまして、単一肺移植を行うために、あれですね、自然周期が用いられるようになったもんですから、自然周期でやるときには採卵した場合、肺板法まで、培養して肺板法が得られたらビトリフィケーションを行うというのはスタンダードの考え方になっていますね。それに対していろいろな意見もあるんですが、いうことですね、はい。じゃあ次の論文お願いします。子宮内膜の受容能とその対応法に関し、現在でも主要な研究テーマとなっています。遺伝子が関わるバイオマーカーをマイクロアレイを用いて測定する方法が、受容能を特定する方法として報告されています。超音波診断により得られる画像が、着床と継続妊娠の可能性を予測する上で重要であるとも報告されています。子宮内膜の受容能にどのような変化が起こるのか、画像診断や AI を用いて調べられるようになるのではないかと考えられています。性倍数性の肺を移植しても 40% から 55% に政治出産率がとどまるという状況を打開するためには、いろいろな方法について適切な検討が必要です。はい、いろいろ遺伝子がかかるバイオマーカー、マイクロアレイで調べて、その一つ着床期ウィンドウが更新しているとか遅れているとか、そういうことを調べてやればいいっていうんですが、どうもその報告があるんですが、最近ちょっとやっぱりデータに問題があるという指摘もありますね。だから高いお金をか払ってそういうことはやる必要ないと、ですね、やはり何か新しいその方法をやるときには、その裏付けとなっている研究をしっかり調べてからやらないとですね、大抵新しい技術をできたときにもういろんなそのラボなんかでも宣伝に来るわけですよ。だから宣伝に来て、その配給を見ると必ずしも学術的に、サポートできるようなものでもないというのがたくさんあるんですね。だからそういうことをやりますとですね、結局患者さんにとって、あんまりメリットがないということなので、よく我々は考えなくちゃいけない。着床率が40から55という、性倍数性の肺板を移植してもですよ、40から55ということについて我々は何か考えなくちゃいけませんねという論文です。ですね。着床の時の内膜というのはこうやって勉強してみると本当に面白いですね。ビトリフィケーションにしても肝斑凍結にしても、よく文献を読んで中身を見てみるとまだまだ面白いことがたくさんあるんですね。一般に考えられているとは違って、中身の学問的に調べても非常に面白いことがたくさんあります。はい、じゃあその次の論文いきましょうか。
凍結融解肺移植において単一肺移植を試みることで OHSS の発現率を低下させ、適切な子宮内膜の受容能が得られ、 PGT を行うための十分な時間を確保することもでき、また妊孕性温存を図ることもできます。しかしながら凍結融解肺移植により妊娠高血圧疾患のリスクは上昇すると報告されていますが、その理由については明らかにされていません。黄体はエストラジオールとプロゲステロンの産生のみならず、リラキシンや VEGF などの産生が促されますが、それらは HRT 周期では産生されることはありません。凍結融解肺移植での指摘プロトコールについて、さらに質の高い根拠に基づいて実施されるべきです。ね、我々は妊娠率が高いところはただそのぐらいのことしか考えていませんが、その妊娠が成立した後のその臨床成績をさらに調べてみる必要があるということですね。横田先生、この間どうして凍結融解肺移植した時にはお産の時に大出血するのが多いんですよなんて言われた。で、我々はそんなもんかなと思ってましたけど、後で文献調べてみるとやっぱりあるんですね。やっぱり着床がうまくいかない、妊娠は成立するんだけど着床のところの細胞外トロフブラストの働きがうまくいかない、それで、脱落膜へのトロフブラストの侵入がうまくいかない、そして、それがいい胎盤ができなくなる、そしてそれが妊娠はするんだけど妊娠、高血圧腎症のようなものを引き起こす、そして胎盤が剥離するときに何かうまい剥離がいかなくてお産のときに出血するのもあるというようなことなんでしょうね。だからいろいろ考えなくちゃならないことも、はい、じゃあその次の論文お願いします。食事における栄養素の補給期間が短い例において肺の分割率にネガティブな影響を与えることが示唆されました。このような影響に関わっているメカニズムについてさらに検討してみる必要があります。栄養素の補充が肺の発育に及ぼす影響が結果的に臨床結果の改善をもたらすか否かという点についても検討してみる必要があります。まあ栄養素のいい栄養を食べなさいっていう摂取しなさいっていうのはいえ悪いことではないからいいと思います。だけどそれが本当に臨床成績にどのぐらいの影響を与えるかっていうことに対してはやっぱり学問ですからきちっと無作為対象試験で調べてみる必要がありますね。この栄養素のところでですね、これはオメガ3の食事、地中海地方ではオメガ3という不飽和脂肪酸の摂取が高くて、オリーブ油の摂取が高くて、それからそういうものを含有した強化食品としてパンなんか売られてるんですね。で、そのようなものをね、体外受精を行う前6週間ぐらいにわたって摂取するとですね、少し、IVF の生成が良くなると言うんですね。はい、結構です。それじゃあその次の論文です。原因不明不妊に対する治療は必要に応じて習慣的な対応が取られています。大部分のカップルにおいて初期治療として行われているものは経口剤を用いた卵巣刺激と IUI を3周期から4周期に実施し、もし不成功に終わった場合に IVF を選択するという方法でした。はい、これはですね、これアメリカ ASRM のこれプラクティスコミュニティが診療委員会で、まあガイドライン作るところです。で、どんなような原因不明不妊にどういうような対応をしたらいいかということで、いろんな人がどんなことをやってるかということを論文から調べたんです。そうするとまあ勧められる治療法というのは自然周期の IUI がいいですよ、クロミフェン周期でIUI をしなくてもタイミングを見計らって成功させるのもいいですよ、アロマターでインヒビターを用いた成功もいいですよ、ゴナトロピンを用いた成功もいいですよ、ここまでは普通の成功ですね。今度は経口の排卵誘発剤を用いた IUI、 アロマターゼを用いた IUI、 クロミフェン、あるいはレトロゾールとゴナトロピンを併用した IUI、 低用量ゴナトロピンを用いた IUI、一般的な投与量を利用したゴナトロピンを用いた IUI、 IUI のタイミングを IUI をやる時のいいタイミングで IUI をやった、
ですね、ちょっと LH サージ調べて、34時間近くのいいタイム入らぬ時期にやったなんていうんでしょうね。で IBF のと治療のパラダイム、パラダイムっていうのはその時代において大体、一般的に広く、用いられているもの、これパラダイムと言いますね。でこういうようなものが多様な治療法が実際には試みられているんですね、はい。じゃあその次の論文いきますか。12ページですか。原因不明不妊は伝統的に卵巣刺激と IUI を、もし不成功に終わった場合には IVF が試みられてきました。経口剤を用いたオームス IUI は多胎妊娠のリスクを上昇させますが、ゴナドトロピンを使用した場合にはさらにこのリスクを高めることになります。ゾルトンらはゴナドトロピン IUI に関しリスクと有用性の理解を深める上で重要な研究結果を報告しています。14ミリ超の卵胞が3個超認められた場合はキャンセルとし、1日75単位以下の低用量の投与量で経口剤と比較し多胎妊娠のリスクは上昇しません。原因不明のカップルで予後が良好と判定されたものは治療開始する前6ヶ月は待機的に対応することが良いとされています。クロミフェン群、レトロゾール群、ゴナドトロピン群に分け IUI を試行したところ、単体・生児・出産率は同じでした。キャンセルの基準を厳格にし低用量ゴナドトロピンを用いた場合、多胎妊娠率はクロミフェン群と比較し上昇することはありませんでした。ゴナドトロピン IUI は費用対効果の面から有用とは言えず、多胎妊娠のリスクが上昇します。レトロゾール IUI を用いた方がクロミフェン IUI を用いるよりも多胎妊娠率は低く、生児出産率は同様でした。原因不明不妊の治療として新たなパラダイムを確立する必要もありますが、ゴナドトロピンを併用した IUI は破棄しても良いと思われます。はい、やはりゴナドトロピンを併用した IUI っていうのは無作為化対象試験で見ると あまりその多胎妊娠などの問題から考えて進めるべきではないというような論文なんですね。はい、じゃあ次お願いします。IVF を受けた女性において妊娠前の体重が正常と判定された女性群と比較し、低体重と判定された女性群では臨床的妊娠率の低下が認められましたが、生児出産率あるいは流産率には影響は認められませんでした。はい、痩せた人ですね、 18.5 ぐらいですかから25ぐらい正常すると、痩せた女性はですね、臨床的妊娠率は低下するですね。だから生児出産率、流産率は影響ないということですから、まあそう大きな差ではないけど、臨床的妊娠率ちょっと低下するから、あまりにも痩せすぎる女性はやはりもうちょっと太ってもらって正常体重にしておいた方がいいですよということですね。ということで痩せてる女性は注意してあげてください。少し取った方が妊娠率もちょっと上がって、生殖率も少し良くなりますよというふうに言ってあげたらいいと思います。はい、次の論文お願いします。非男性不妊と診断されている38歳以上の女性において CIVF 群と ICSI 群で受精率に統計的優位差は認められませんでした。PGT などその他の適用で補正した場合、果たして ICSI がどのような影響を与えるかという点についてさらに検討する必要があります。よく高齢の女性だから卵子も少ないし、受精障害なんて起きたら困るから ICSI やっときましょうということが多いんですね。我々も38歳ぐらいになったら ICSI やった方がいいかな。ところがですね、統計的に調べてみますと、コンベンショナル ICSI と IVF と ICSI で受精率変わらないんです。だから、そんな ICSI で、手間をかけたり、お金をかけたりするんだったら、コンベンショナル IVF でいいんだということですね。だから、高齢だからといって ICSI やるという考えは間違いですね。やるとしたら先生のお考えでやったらいいと。
ということになりますね。だけど実際にはメリットはありませんよということです。じゃあその次の17ページの論文です。腹水の中にはエクソソームが存在しています。子宮内膜症に特異的なエクソソームが認められ、今後子宮内膜症の診断や研究の新たな道を開くことになるのではないかと思われます。この子宮内膜症は中にこう腹膜に静着したり深部子宮内膜症になっていろいろある、場合によってはチョコレートの方のようなことになることもある。でそういうような患者さんの腹水を持ってきてですね、腹水の中に細胞から飛び出した小さな小胞っていうのがものすごく小さなもの、それを調べた。そうすると、これ確か6種類のものがそこに含まれている物質が異なっていた、遺伝子なんかが異なっていたというような論文だと思いますですね。エクソームっていうのは細胞から飛び出るもの、だからがんの患者においてはがん特有のそういうエクソームが血液からに飛び出る。そしたらそれを調べればがんなんか診断できるわけですね。お腹切ったり何もペットなんかもしなくても、がんがあるかないか調べる、そういう方向に来てます。だからエクソームっていう名前だけ我々は知っていればいいと思います。ちょっと図表を見てみましょうか。エクソーム由来の RNA はがんを含むさまざまな疾患のバイオマーカーとして注目されている。エクソームを持ってきて何か調べると、あ、これは悪性黒色肥だとか、これは乳がんだっていうことが分かるような時代になるかもしれません。それじゃあその次の論文をお願いします。子宮内膜症が関わる不妊に対する各種治療法の相対的な有用性を明らかにするためには、さらに無作為化対象試験が必要で、理想的には外科的腹腔鏡のようなすでに勧告されている介入法と比較してみる必要があります。さらに IVF および IUI とその他の治療法を比較するための無作為対象試験も必要となります。はい。この子宮内膜症に対して関わる不妊に対してどんな治療法がいいかっていうことなんですね。このいろんな今の研究がたくさん行われていますですね。それで今研究を中で調べてみたら、たくさん子宮内膜症でものすごく論文がたくさん出てます。ここにですね、そうするとそれによって妊娠率が上がるということになりますですね。じゃあその次の論文、22ページの論文ですね。マーガリンにビタミン D の強化が図られた時点で、不妊と診断された女性はビタミン D の強化に被爆しなかった女性と比較し、政治出産の確率が上昇するという結果が得られました。これは北欧の研究だと思いました。それでマーガリンにビタミン D を強化するっていう政府の方針だったんでしょうね。それでやってたんだけど途中でやめてしまったんです。でビタミン D を強化している時にですね、生児出産率が高くなるかどうか調べたの。そうするとビタミン D を強化する時には生児率が上がったの。でビタミン D の強化をやめたら、マーガリンに含めるのをやめたの。そしたら少し、出産率が下がったっていうんですね。本当かなか、何かビタミン D っていうのがやっぱり摂取した方がいいんだなというふうな感じしますね。これはビタミン D に摂取した時は高かったんですよ、誠実さ。でこれウォッシュアウトの時は下がってて、こっちは低いですね。これにビタミン D に被曝することによって 15% ぐらいあったのが大体 9% ぐらいになるから、やっぱりビタミン D は少し大事なんだなっていうような気がしないでもないですね。それじゃあその次の24ページの論文です。思春期および若年女性においてがんと診断されたかなりの割合の女性が意識的に子供を持たないという選択をしていました。しかしその生殖に関わる意思決定はがんのタイプやがん治療とは相関しませんでした。思春期および若年成人期のがんの生存者において年齢の上昇、異性愛以外の性の指向は意思に基づいて自を持たないという選択をする割合の上昇と相関するという結果が得られました。
これらのデータはがんの生存者において妊孕性や避妊に関するカウンセリングを含めた生殖に関わるケアを提供する際に生殖に対しどのような考えを有しているかを考慮し個別的なケアを提供する必要があることを示唆しています。はい、このがんから生存した女性はね、若年とか若年女性とかあと思春期女性においてがんになったと、それで生存したと。だからみんな子供が欲しいんだろうなと思うと、そうでもないんだ。自分の意思で子供を持たないという人もたくさんいるんです。ちょっと図を見てみましょうか。表ですね。だから子供を持つか持たないかっていうのはがんから生存した女性で、その背景だとか性的指向だとかいろんな要因で考えが変わってくるということですね。みんながみんな子供欲しいわけじゃないということです。では次の27ページの論文です。進行期のリンパ腫と診断されたものにおいて妊孕性温存処置の際に卵巣機能とその反応性にネガティブな影響が認められました。はい、この進行期のリンパ腫とされたものですね、そのリンパ腫がかなり進んでいるというような人は卵巣機能はどうなのかとですね調べたんですね。で、リンパ腫がどんどん進行していれば卵巣機能にネガティブな影響ちょっと下がる、ゴナトロピンやっても少し反応性が下がるということが得られた。だからリンパ腫の人っていうのはその状態によって少し卵巣の反応性だとか採卵数だとかそういうものが影響を受けるという論文ですね。それじゃあ次に29ページ目の論文です。医学的理由で胚バンクを利用するための治療周期において PGTA を試みるものは増加してきていますが、卵子凍結保存のようなその他の妊孕性温存法を活用するものに制限を加えるような結果は認められませんでした。一部の症例で PGTA の結果が不良である場合には胚バンクのための治療が必要であることを説明する必要があります。患者にカウンセリングを与える際には PGTA を試みることで予後の予測ができるというメリットはありますが、財政的な費用や最終的な妊孕性に関する診断に至るような状況を考え、どのような対応を取るべきか考えてみる必要があります。医学的理由で胚バンクを利用するための治療周期において PGTA を試みるものですね。妊孕性温存だからその時に PGTA を試みていい胚だけを温存しようという人もいるわけですね。いやそんなことは PGTA しないで全部温存しましょうという人もいるわけだけど、全部温存するという人はね、温存するその胚の数って7個ぐらいなんですよ。 PGTA ありますとそれ半分ぐらいに減ってしまう。だから結果としてどっちがいいんでしょうね。PGTA をやった方がいいのかどうか、ちょっと意見に分かれるところです。それが将来の成績にどう関わっているかということが問題ですね。では次の論文をお願いします。ゴナドトロピンを使用することにより出産の確率は上昇しましたが、多胎妊娠に至る割合も上昇しました。ランダム化したデータを用いましたが、原因不明不妊と診断された女性において卵巣刺激下の IUI に際しゴナドトロピンを使用することは指示されませんでした。面白いですね。今まで我々、クロミフェンやって、IUI をやってそれを3周期ぐらいやった、それでダメだったら IVF に行きますかなんて言ったことやってたんだ。ところがこのゴナトロピンを使用してもあんまりいい効果が出ないということなんですね。この多胎妊娠が増えるということは今すごく批判されているということなんですね。で、もうそろそろこれだけデータ出たんだからゴナトロピンを投与して多胎妊娠のリスクを回避するためにいろいろ対応を考えるよりもゴナトロピンはもうやめた方がいいんじゃないかというのがこの論文の趣旨ですね。じゃあ次33ページです。
若いオーストラリアの女性の半数ほどが性が関わる個人的な苦痛を有しており、5名の女性あたり1人が少なくとも1つの性機能障害を有しており、特に性に関するセルフイメージの関与が強く認められました。苦痛を有する女性の割合が高いことを考えると、性が関わる健康上の問題を議論するために適正な準備を整えたヘルスケア専門家が重要となります。このオーストラリアのデータなんですけど、我々日本はこの性に考えて、まあ考えてる人もいるのかもしれないけど、性に対するような問題なんてあんまり日本人は口にしないですけども、それだから調査もあまり行われてないんでしょうね、日本だね。で、だけどオーストラリアの女性を、たくさんの女性を集めてきてですね、調べてみるとね、いろんなことが分かったということですね。性に関する問題も調べてみるといろいろあるのかもしれません。日本人はあんまりそういうことを口にしないっていうのが普通ですから、まあ中には関心のある人もいるかもしれないけど、そういうこういう論文はあんまり出てこないですね。じゃあその次の論文、36ページです。母体の PCOS は出生時の不安と相関し、多忙や児における行動上の問題と相関するという結果でした。このような知見は診療記録を用いて PCOS と多忙の診断等を評価するための前方指摘コホート研究により確認する必要があります。この PCOS というのは我々はただ多忙や卵巣による PCO やそれからアンドロゲンの上昇などを伴うものだと、そして排卵障害を伴うものだというふうに認識、そのぐらい認識してない、不妊原因だと思って認識して、ね、してるわけですね。ところが生まれてきた子どものいろんな問題を調べてみると、少し子どもと相関する、子どもの性格とか行動上の問題と相関する。だから PCO っていうのは子どものちょっとアンドロゲンお母さんが高いなんていうのはなんか子供にも影響してるのかもしれませんね。お腹の中でそういうふうに子供に影響を与えているのか、それから社会的な問題で影響を与えるのかよく分かりませんけど、そういう PCO とか多忙が子供に児に影響を与えるという論文があるということですね。はい、それじゃあ次の論文お願いします。38ページです。血中 AMH レベルが 75% 超である場合には PCOS を有する患者の早産のリスクは上昇しました。また血中 AMH レベルが 90% 超の女性において凍結融解配色を受けた患者では早産のリスクの上昇を見ました。 AMH が高すぎるっていうのは何か問題があるみたいなんですね。で、 AMH が高すぎるというと我々まあ災難の時に注意しなくちゃならないな、OHSS を起こすかもしれないな、なんていうそのぐらいしかないんですよ。これが高いとですね、早産のリスクだとか凍結融解肺にもおいても早産のリスクが高まったって言うんですね。何かですね。だけどここまで調べたことはないですよね。じゃあ最後の論文です。40ページです。詳細に測定した卵巣体積は血中 AMH、テストステロン、LH、FSH 比などを指標に測定した卵巣機能を反映したものと思われます。この有意な相関は連続的な指数で明らかにされましたが、 10ml という域値を設定した場合にはそれ以外の卵巣体積と比較し明瞭な差異はありませんでした。これ妊孕性温存で卵巣一つ取ったんです。で、卵巣一つを取って卵巣の大きさをって調べたんですね。だから適切に調べたのがもう一番確かですね。だから卵巣体積といろいろな要因との関係を調べてみましたですね。まあ卵巣が大きければいろいろなマーカーが高くなってくる、特に FSH が高くなってくる、 LH は高くなってくる、 LH、FSH 比は高くなってくる、テストステロンが高くなってくるということをが今回の研究で分かったということですね。はい、それでこの今回のファジディセリティの論文のご紹介終わりました。じゃあ今日はこれで終えさせていただきます。どうもありがとうございました。